7月21日火曜日、川崎コロナ情報をお伝えします。まず、直近のですね、感染状況についてお知らせしたいと思います。本日7月21日現在、累積の陽性患者の方459人を数えています。本日発表いたしました新規の陽性患者さんは11名となっております。直近3週間をですね、詳しく見ていきたいと思います。7月13日から19日までの先週ですね、新規の陽性患者数の方63名いらっしゃいました。でその前が41名ということになっていますので、少しずつちょっと増えているなという感じがいたします。そして、この市内の医療機関における入院中の患者の数でありますけれども、先週50名でしたけれども、それが48名というふうになっています。退院された方というふうなのもいらっしゃいますし、新しく入られた方もいらっしゃいますけれども、少し減っている状況です。7月1日現在ですね、市内の医療機関でコロナの患者さんに対する病床数というのは270床確保していますので、逼迫している状況ではなく、しっかりと十分に確保できているということをお伝えしたいと思います。直近1週間の10万人あたりの新規陽性者数というものを棒グラフで表しておりますけれども、先週は 4.12、 先々週の 3.53 からは上がっています。それから週あたりの陽性者増加比ということでありますけれども、先々週の 1.32 から 1.17 という形で少し下がってはおりますけれども、ただ国の基準となる1というものからは少しまだ上回っている状況にあります。そして、感染経路が不明という方の割合でありますけれども、先々週は 61% でしたけれども 70% ということで、徐々に上がってきているということがちょっと心配ではあります。直近1週間の陽性率ということで少し下がっておりますけれども 4.16 ということになっております。さて、ここで毎週お伝えしております、川崎市の健康安全研究所の岡部所長から専門的な見解を お伝えしています。そのまま読ませていただきます。新規陽性者数は63人と微増傾向が続いています。他の数値も前週を上回ることが多く、指標となる目安基準を上回っています。市内医療機関における現在入院中の患者はほとんど軽症ですが、全体数が増えれば入院数は増え、重症者数も増加していきます。できるだけ患者者数が増えないようにすること、また増えるかもしれないことに対して引き続き備えていく必要があります。体調不良時の外出や患者発生数が明らかに多い場所への出入りは控えていただくとともに、これから連休がありますけれども、出かけるときには混雑する場所や時間帯はできるだけ避けて、家族単位など少人数でゆっくり過ごされることをお勧めいたします。岡部所長の見解でした。ぜひこれを守っていただいて、ご自身の行動につなげていただければというふうに思っています。ご理解よろしくお願いいたします。はい、続きまして熱中症の予防対策について、お伝えしたいと思います。もうすぐ梅雨が明けまして夏本番を迎えます。夏場は熱中症等によりですね、救急要請件数が年間で最も多い時期になります。川崎市消防局では、感染症対策を徹底しながら、救急活動を行っています。救急隊の感染症対策とともに熱中症の注意等をぜひ動画でご覧いただきたいと思います。ではご覧ください。119番川崎ですか、救急車ですか。皆さんこんにちは。川崎消防局警防部救急課救急救命士の佐々木です。皆さん、川崎市内に救急車が何台あるかご存知ですか。現在29台の救急車があります。実に市民約5万2000人に1台の割合なんです。昨年1年間の救急件数は7万5513件、
約6分58秒に1件出場していることになります。月別ではこれからの夏場7、8月が増加する傾向にあります。夏場の救急要請では暑さから体調を崩し持病が悪化するものや熱中症なども考えられます。加えて今年は新型コロナウイルス感染症が流行していますので、感染症による救急要請も心配されているところです。引き続き感染防止を呼びかけております。我々が救急出場するときはヘルメット、ゴーグル、マスク、手袋、感染防止衣を着装して出場します。特に意識がない方の活動では病床がわからない中で活動するので、感染防止には細心の注意が必要です。季節に関係なく着装するので夏場は特に暑いです。救急車は出場1回ごとに車内をアルコールで消毒して次回の出場に備えます。特に患者さんが直接触れる場所は念入りに消毒します。これからの暑い時期、もしこんな症状があったら熱中症を疑い、すぐに119番通報をして救急車を呼びましょう。自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く動けないとき、意識がはっきりしない、全身に痙攣などの症状があるとき、このような症状が見られたらすぐに救急車を呼びましょう。これから迎える暑い夏、こまめな水分補給などの熱中症予防と新しい生活様式で健康に夏を過ごしましょう。いざという時は迷わず救急車を。動画に引き続いて熱中症対策についてお話ししたいと思います。この感染症対策と熱中症対策を両立していくという非常に難しい課題なんですが、マスクをつけながらっていつ外していいのというふうなことを疑問に思われている方たくさんいらっしゃると思います。で、国の新しい生活様式の基準でもですね、示されているんですけども、人と人との距離が2メートル以上、あるいはそれ十分に取られている感覚があればですね、屋外にいれば、マスクをむしろ外していただくということをですね、を推奨していますので、ぜひこれを基準にしていただきたいと思っています。そしてマスク着用時は激しい運動は避けましょうとか、あるいは水分補給しましょうと、それから気温だけじゃなく湿度が高い時にはですね、熱中症のリスクというのが非常に高まりますので、そのあたりも十分気をつけていただきたいと思います。さて、適度な水分を取りましょうって、大体どのぐらい飲んだらいいのということですけども、実は私たちの人間がですね、普通に比較的安静にしていた生活の中であってもですね、大体1日 2.5 リットルの水の出入りというふうなのがあります。そのうち最低ですね、1日で飲み水 1.2 リットルを取ってくださいということであります。コップにすると大体6杯分となりますから、定期的にこまめに水を水分を取っていただくことが必要です。そしてもちろん大量に汗をかいた時にはですね、水分とともに塩分、塩ですとか、あるいは飴とかで、こういったことで補っていくということも必要かと思います。ぜひこれは 1.2 リットルというのは繰り返しになりますけども、安静にしてた時でも 1.2 リットルですから、これが最低基準になります。ぜひ運動量の多い方はもっともっと取っていただくということが必要になります。で、高齢者の方に特に注意していただきたいのですが、熱中症で、亡くなられる方のなんと8割はですね、65歳以上の高齢者ということになります。80歳以上の方が約半分ということでありますから、特に気をつけていただきたいと思います。高齢者の方が熱中症にかかりやすい理由いくつもありますけども、汗だとか、あるいはがなかなかかきにくいということで体温調整というのが難しいと、あるいは喉の渇きを感じにくいというふうなことがありますので、ぜひ喉が渇いていないという感覚であってもですね、こまめな水分補給をぜひお願いしたいと思います。
年齢に応じた熱中症対策というものを考えていかなければなりません。年齢別に見てみますと非常に特徴的なんですが、高齢者の方の約半数はですね、自宅で熱中症にかかっています。逆に、若い人に関してはですね、屋外での熱中症ということになっていますから、ぜひ高齢者の方はこまめにですね、水分補給をしていただく、それから、子どもさんの場合には適切な水を飲むということ、子どもさんだとまだちょっといつ飲めばいいのかわからないという方、お子さんいらっしゃると思いますので、ぜひ保護者の方がしっかり見ていただくということが必要だと思います。それから暑さに慣れるということも必要ですので、朝ですとか あるいは夕方の少し涼しい時間に暑さに徐々に体を慣らしていくということも熱中症予防になるというふうに言われておりますので、特に子どもさんなどはですね、そうした指導を親御さんからしていただければというふうに思っています。それから服装などもですね、なるべく熱がこもらないような軽装を心がけていただきたいというふうに思います。最後になりますけども、現在環境省と気象庁で、の共同でですね、関東甲信越地方で試行的にでありますけども、この熱中症の警戒アラートというものを発信しています。それを川崎市でも配信していまして、熱中症警戒アラートというもので検索していただきますと出てまいります。ぜひメールなどでですね、配信します。これは熱中症の危険があるといった時のその当日の午前10時朝10時にですね、川崎市から今日は危ないですという警戒アラートが届きますので、まあ、そういった情報をご覧になっていただいて、注意していただければというふうに思います。熱中症予防と感染予防、これ両立させていかなくちゃいけないためにはですね、私たちの行動も少し変えていかなければなりません。ぜひ今日のご注意をですね、ご理解いただいて、いただきたいというふうに思っています。今日は以上です。